それじゃあそろそろゲーム大会をしましょう。ゲーム大会？ああ、そういえば宇田川さんが用意すると言っていましたね。はい、超かっこいいゲームなのでめちゃくちゃ盛り上がること間違いなしです。おお、なになに？どんなゲームを用意したの？確かにそこまで言われると気になるわね。いい、なら発表しますね。それは深淵の淵より解き放たれし闇のマジックアイテム、我が声に目覚め、いでよ NFO ボードゲーム。あ、アコちゃん、それって、へえ、 NFO ってボードゲームまで出てるんだ。かなり前に発売したものなのですが、人気がすごかったのでなかなか手に入らず、今では幻のボードゲームと呼ばれている一品です。私も初めて現物を目にしました。そんなレアなやつなんだ、よく手に入ったね。この前オンラインショップで奇跡的に出てたの。これはクリスマスパーティーでやるしかないって思ってすぐ予約したんだ。やはり普段の NFO とはルールが違うのですか？そうですね、みんなで協力して攻略を進めていくところは同じです。サイコロを振って止まったマス目でアイテムや武器、そしてスキルや魔法をゲットし、モンスターを倒していきます。中にはボードゲームに参加しているキャラクター全員で協力しないと倒せないモンスターもいます。なのでどのマス目で合流するかなど、それぞれがサイコロの出目を考えながら進めなければいけないので、運や戦略がかなり重視される内容になっています。リンコ、やったことないのに随分詳しいね。ゴールするためには王城に住み着いたドラゴンを倒さなければいけないみたいね。始める前にしっかりとルールを読み込んだ方がいいかと。白金さんが話した限りではかなり緻密に作戦を立てていかなければ。はい、氷川さんの意見に賛成です。ほらほら、早速盛り上がってきましたよ。オンラインゲームだけじゃなくてボードゲームでもアコたちのチームワークを見せちゃいましょう。サイコロの目は？あっちゃー、3だ。ドラゴンの攻撃、ファイアーブレス。偶数の目が出ればアコの攻撃だったのに、次攻撃されたら負けちゃうよ。アコちゃん、ごめんね。前のターンで私が防御魔法を使える目を出せていたらよかったんだけど。マジでヤバい感じだね。ユキナとサヤの合流が間に合えば形勢は変わりそうだけど。すみません、なぜかさっきから1の目しか出なくて。私もなぜか3の目しか出ないわ。王城までの距離が全く縮まらないわね。二人と王城までの距離は12マス以上。しかも氷川さんはロイヤルナイトで、ユキナさんは金融詩人なので5マス以上の遠方に働きかけるスキルは持っていません。ということは、積んじゃってるよ。待って、私が止まっている駒の3マス先を見てみなさい。3マス先、あ、このマスに止まった銀融詩人は無敵の歌を使用できるって書いてある。確か無敵の歌はパーティー全員が一定時間無敵になれるはずじゃなかったかしら。それに無敵の歌は特殊スキルです。効果の範囲に限界はありません。アコの次は私がサイコロを振る順番、つまりここで私が3の目を出せば形勢逆転よ。ユキナさん、
任せてちょうだい。3の目を出すことには慣れているわ。ユキナ、頑張って。ええ、行くわ。サイコロの目は3。やったー、無敵の歌発動だ。無敵の歌発動中は移動の距離も通常の倍になります。一気に王城に到着しドラゴンに攻撃を仕掛けましょう。どうやら私の役割は果たせたようね。果たせたどころの話じゃないですよ。もう完璧です。さすがユキナさん。そう、それは良かったわ。では私の番ですね。ここで一気に王城までの距離を詰めます。それま、また一？どうして？万歳！ NFO ボードゲームクリアですよ！最後はギリギリでしたね。ドラゴンの HP が全回復した時はダメかと思いましたが、ユキナさんがもう一度無敵の歌を発動させてくれたおかげで助かりました。まさか二度も狙った目を出せるとは思わなかったわ。無事クリアできてよかった。ちょっとお茶にしよっか。熱中しすぎて疲れちゃったよ。今入れてくるね。それにしても不思議なものですね。え？5人で音楽以外の時間をこのように過ごしていることがです。以前は私も湊さんも音楽以外のことでメンバーと積極的に関わろうとはしなかったはず。いつの間にか音楽以外の時間もみんなで過ごすことが増えたよね。はい、そんな時間が増えて嬉しいです。でもユキナさんはアコたちのすることに合わせてくれるようになったけど、最初の頃はあまり楽しんでなかったですよね。みんなのことを知ろうと思って音楽以外の時間も一緒に過ごすようにしていたけれど、どうしてそんなものに興味があるのか理解できないことばかりだったわ。今ではこうして同じ時間を楽しめているのですから、月日の流れを感じますね。今ではこうして同じ時間を楽しめている。湊さん、なるほど、そういうことだったのね。確かに私は変わったかもしれないわ。音楽